冒険者たちがやってくるまでには少し時間があります。準備時間の間にモンスターやギミックを配置しておきましょう。右下のボタンをタップしたままモンスターのアイコンまでスワイプしてください。モンスターの一覧が表示されましたね。モンスターを選んで黄色く光っているマスをタップしてみてください。はい、魔王様の指示通り私が召喚獣を設置しました。褒めてください。召喚獣からはモンスターが定期的に自動で召喚されます。召喚獣が壊されると召喚できなくなるのでご注意ください。次にギミックを設置してみましょう。右下のボタンをタップしたままギミックのアイコンにスワイプしてください。あとはモンスターと同じです。ギミックを選んでから黄色く光っているマスをタップしてみてください。ギミックを配置しました。ギミックは冒険者を踏んだ時や近づいた時などに効果を発揮します。最後にダンジョンのボスにふさわしい存在魔人を呼び出しましょう。魔人の呼び出し方は同じです。魔人はモンスターと違って召喚人ではなく直接呼び出します。魔王様の指示に従って魔人がやってきてくれましたね。魔人はモンスターに圧倒的に強い力を持っているのでとっても頼りになるんです。ただし同じ魔人は同時には呼べませんよ。と先ほどから召喚するたびに7という数字が減っていたのにお気づきでしたか。そうです、モンスターギミック魔人の配置にはマナを消費します。マナというのは空気中にあるマスが凝縮した貴重なエネルギーです。いくらでもホイホイ設置できるわけではないんですよ魔王様。でもご安心ください、マナは時間が経ったり冒険者を倒したり様々なタイミングで回復します。あ、そろそろ冒険者たちが来るようですね。いよいよクエスト開始です。来ましたね。冒険者全員撃退できれば勝利です。頑張りましょう。冒険者、モンスター、魔人たちはそれぞれ自動で移動し攻撃を行います。 HP をゼロにすれば撃退できますよ。魔王様は好きな時に召喚獣、ギミック、魔人を配置して戦いが有利になるように進めてください。今回は準備万端で構えていたのでひとまず見守ってみましょう。マスタースキルを使えば戦いを見ているだけで
ましょう。魔人だけが持つアクティブスキルのゲージが満タンになりました。魔人のアイコンをタップしてアクティブスキルを発動しましょう。お見事でした。アクティブスキルゲージがたまったらガンガン使っていきましょうね。これにて冒険者全員の撃退成功ですね。魔王様どうされましたか？魔王様！魔王様！